おはようございます。ジラッと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よいしょ今スイッチをねドックに入れたわスイッチドックに入れないとね、今ね電池やばかった今ドックに刺さってなかったわ今日はね朝の収録です。珍しいですいや珍しくはない、別に別段珍しいことではないいやこの動画アップされる頃にはそろそろねコロナの話が終わってるといいんですけどねじゃあ今日はパーティー行くんであります。行ってみよう。いやこの生息地相性って全然さみんな使わないよね。あの毒の沼地ダンジョンチームです。はい正直この手のモンスター使ってる人を見たことないわ俺というわけで今回は毒の沼地ダンジョンチームで行きたいと思います。よろしくお願いします。どうなんだろう、実際問題ね、毒の町ダンジョンにね属するモンスターってそんなに多くないんですよ。でまあぶっちゃけ言うとパッと見そんなにスペック高いわけではないですんで、スペックが高いっていう印象はないです。はいただ意外と HP 高くなんね、毒の町ダンジョンって結構希少的な相性なんで、結構ね HP の補正とか優秀なんですよ。さあ引っかきふっすげえアクロバティックじゃん。そしてイーブルちゃん行くぜ。大気が爆発する、いいよ、せーの、はい。あーでもこんなもんなんだ。まあイーブルちゃん、まあイーブルできたら十分だけどね。さらにねここにパンテージウィップ、これがね強いんだめっちゃ強い、強くないパンテージウィップ。回心率も高いしね、そこそこねあの威力も高いんで、かなりマミーって優秀なモンスターなんだよこうしてみると。いやただねもう一つのまあ、いや、ちょっと怖いんだけどね、ねねねねね。おー。マミー、あ、マミー狙われるんだ、意外と。マジカジリ、お前ら同じ攻撃してくんな。イーブルちゃんだ、やっぱり。イーブルちゃんがな、どうやっても打撃2番目だから。じゃあ、これで。イーブルちゃん打撃弱めだからね。イーブルフライ自体は、あの、モンスターマスターの称号効果のおかげで、まあ、能力だいぶ上がっ、なんだ、スペシャルカードを使うな、お前は。上がってるんですけど、はい、そして差し引いても結局のところって感じがあるな。さあ行くか、毒爆弾口を開けます、行くぜすげえな、おお毒で毒らない、ここに賢さ28から放たれるラリフォー行くぜ、聞いた28から放たれたけどね、ちゃんと聞いたわ。さらにここで確定命中、いいよ、せーの、いいね。こう考えたらこう見たら結構今回てか相手が今回たくみくん、君は分かってくれる、たくみくん君は分かってくれる、いいやつだな白夢の杖。まあまあまあそんなに威力高い技ではない。ギラ、なるほどねなるほどね、大して怖い技じゃないから。いいね、たくみくん分かってくれてんじゃん。動画映えっての分かってくれるね。君はいいやつだ。なん、起きてたのかい。おい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 。おめえら、もちろん似てやがんな。一気に押し切るぞ、押し切るぞ、このまま。来たー、三味一体、最後はこちらで締めたいと思います。何か分かりましたか、状態条件の技3つ。発動条件。バットブレスにございます。究極悪臭奥義打撃ブレスです、なんと基本的にこれ組むとね、状態獣チームって言ってさ、ペナルティーつくんだけどね、腐った死体がね、状態獣チームに属してないんですよ。つまりペナルティーついてない。毒の沼地ダンジョンだけで終わらせちゃったよな、ちゃんとさっきはかなりね、完勝を収めてね、調子に乗って翼くんに挑んでみたら、翼くんガチパだったっていうね、翼くんはそこそこのガチパだったっていう、このね、なんとも言えない感じですよ。まあまあ、とりあえず物理で押していくのさが基本スタイルでございます。まあでもね、あの、今回はね、メタパニダンスを使ってあげよう。イーブルフライはね、いいね、早い。消防効果のおかげでだいぶスマス高いからな。行くぜ、メタパニでーす。そうだろうな。そうだろうな、メタパニダンスよ。お前の成功率どないなってんの？いつも思うけど。裏でもイーブルフライお前使ってたけど、そんなに成功率高くないよな、イーブルフライちゃんの。にゃー炎に弱い連中しかいなかったわ、そういや。パッと見どう見ても炎に弱いもんな、連中的に見りゃ。そうだな、腐った死体とかもそうだ、マミーとかどう見ても火に弱えもんな。行くぜ、引っ掛け
ほい、うん、エースケ君が避けたか。エースケ君が避けるのか。まあおかしいわ。まあ、10% は避けるな。うん、10% は避けるよ。いやだ、もう光属性の攻撃とか打ってくるじゃん、ほら、そうやってな。ねえ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 、俺たちの攻撃ちょっとひどいぞ、今のところ。大丈夫？こんなんで大丈夫？ねえ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 。マミー。いや、もうこうなったらメタパリダースを意地でもかけてあげます。意地でもメタパリダースにしたろ。意地でもメタパリダースをかけるしかなくなってきた。なんだ、スペシャルカードを使うな、お前は。なんだなんだなんだ。なんだそりゃ。なるほどね。キラーピアスなら、そんなに、そんなに大したね。まあ、50% やけどね、50%。でも敵の 50% は 100% って考えた方がいいか。いくぜ、バンデージウィップな、せーの。はい。はい、オッケー。よし !400 出てんな、賢者が打撃弱点とはいえ。引っかき、いけ、引きます、引きます、ほぉ賢者、どないなってんの、お前の回避とは。何、お前たちのチームの回避、どないなってんの。メダパリでーす。なんでだ、ほんとにイーブルちゃん、お前ほんとに。イーブルちゃん、イーブルちゃん、イーブルちゃん、イーブルちゃん。お前多分そういうとこだと思うよ。メタパリダンスさ、パッと見なんかさ、2ちゃんでは気丈論では強くなってたけどさ、実際使ってみこんなんだから。あ、イーブルちゃん、お前そんなんだよ。イーブルちゃん。イーブルちゃんほんとつっかえ。所詮イーブルフライってことなんでしょうかね。所詮イーブルフライ感が出てますよ。ほら、敵の 50% を 100% みたいになるやん。俺らのメタパリダンス一体も聞かねえじゃん。一体ぐらい聞いてくれや。煉獄長見習いや、少しぐらい。この前の煉獄長はそこそこ頑張ってたじゃねえか。なんだなんだ、おい、このメタパリかかるんだろ、分かってんだよ。メタパリダンス本当につっかえだな、こうしてみると。しかもキラーピアス分のメタパリだもんね。なんでだ。ああ、まあまあね。おい、どうすんだこれな。これでどうすんでしょうか。私には分からなくなってきました。イーブルフライ何のためにいるんでしょうか。こっちも行くぞ、こっちもキラピアスや。どうすんの、それで。それでどうするんだ、一体。よし、これで2回メタパリダンスをかければいいや。うわ、そう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 、行くぜ、今度こそ。はい、メタパリダンス、やった、聞いた。やった、聞いたじゃねえよ。もう一回、もう一回、もう一回。いけ、奇跡の、奇跡のイーブル、いけ。うわ、やったー、やったじゃん、やったじゃん。な、いやいやいや、賢さ28から何が大人じゃないけど、こいつ。どういうこと？あ？賢さ 28！ 賢さ 28、 マジか、お前。おー、嘘！もう、もうしょうがない。もう何してもしょうがないよ。ラリホン。何してんだ、おめえら。すげえ。突然として言ったのに全てを取り返した男。戸惑いながら攻撃する男。何何、そりゃ起きるだろ。おめえら何してんだよ。てめえら何してんだよ。何何何何、このイッター、ちょ、このイッター、何このイッターは何。よっしゃ、イーブルちゃん、お前の今のメタパリダンス見たぞ。俺は見届けた。もう一回メタパリダンスや。そうしないと向こうの勇気はたまるからね。向こうの勇気たまるから、お前の勝ちじゃ、このターンにメタパリダンスで全員止めればいいんや。いや、味を占めないの、味を占めるな。嘘やろ、ちょっと。メタパリダンスで止める止めないの話なくなったぞ、これ。あ、これ勇気溜まる。あー、勇気溜まっちゃうって。あー、もうひどいことやってんな、なんか。あれ？これはまさか？おかしいなぁ。さっきのさ、さっきのさ、さっきのイーブルフライは幻だったんだろうか。いや、やるしかないでしょ。ナイトリッチは確かね、俺なんか2ちゃんとかでなんか攻略サイトで聞いたよ。ナイトリッチは混乱に弱いんですって。皆さん知ってますか？
ニチャンとかウィキの情報だとナイデルチって混乱に弱いんですって。いや、これは試すしかないよね。メダパリダンス理論上だってメダパリダンスがナイデルチに刺さったとかいうコメントもあるんだろ。ニチャンとかで、おっしゃ、大事なことはニチャンと刺さったんだ。行くぜイーブルちゃん、いいメダパリダンス止めるしかねえな。デンタサウルス受け取るやん。しかもデンタサウルスが受け、デンタサウルスがそもそもひょいって受けてたんでね。いや、お前ら、みんな嘘つて言ってんぞ。メタバリダンスの成功率、クソ低いからね、やっとくけど。俺、裏で何回使ったと思ってんの、イーブルちゃん。てか、実機でも使ってたわ、イーブルちゃん。だからね、あんまり強くない技って知ってんだよな、俺。スタープレイヤーめっちゃ食らうんやけど、ところでね、ねえねえねえ。打撃耐性貫通されてんぞ、光とかのせいで。おい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 、暗黒ゾーンこれさ、もうわかるよ。見とってみ、イーブルちゃん飛ぶから、イーブルちゃん飛んでくよ。これは、2ちゃん通り。これは2ちゃん通り。おい、嘘だろ、もう。嘘だろっていうか、おめえら嘘ついてんじゃねえか。2ちゃんのやつはちゃんとプレイしたか?2 ちゃんとかウィキにコメント書いてる人はちゃんと見てっか、見てっか、ちゃんとプレイしてっか、ちゃんとプレイしたか。おーし、お前はその、お前は期待通りやな。マミーは期待通りやな。うん。いやもう実機で僕はイーブルドライ使ってたんで知ってますよ。おーい、そこ誰もいないなんかおらんしなんかいねえしもうバシルライ飛ぶのはまあ2ちゃんとか攻略サイト通りやな。ああ、ナイトチ賢い。大丈夫、飛ばない。おーし、危ねえ、怖い怖いてか、ナイトウッチ賢いな、こうしてみると。ちゃんとイーブルフライを避けてくもんね。行方不明のやつちゃんと避けるもんな、デンタサウルスともかくとして。ねえ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 、これ無理だよ。絶対もう無理だよ、お前。お前ダメだよ。今までのパーティーが一番ダメだよ、お前ら。何がさ、何がイーブルフライのさ、メタパリのやつがナイトウッチに刺さるんだ。ちゃんとプレイしたのか、あいつら。どうすんだよ、もうダメだよ、お前ら。もうファンタジーウィップ、いけ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 。おい、よし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 。あ、帰ってきた。イブちゃん戻ってきたわ。イブちゃん何のために飲んでるのかな、このゲーム。イブルちゃん、そん、全然強くないからね、みんな言っとくけど。比較的弱モンスターの部位だぞ、まだ。俺からすりゃの話だけど、もしかしたら運がいい人なら、めちゃくちゃ運がいい人なら刺さるかもしんないけどさ。基本的に多分これぐらいだと思うよ。平気こんなもんやと思うよ、俺。俺平気でこんなもんやと、メタバリダンスを諦めない。俺はメタバリダンスを諦めない。みんなにさらに見せます。よし、その言葉信じるぜ。行くぜ。状態上、成功率が低くなってんじゃねえのみたいなことを言われるかもしれないですけど、ちゃんと回避してるんですよ。腐った死体がいることによって、状態上チームを回避してるんですけど、ね、状態上成功率が、ね、下がってなくてもね、ナイトルッチがね、いくらこんなに弱かると、このありさま、これは一体何ですかイーブルフライとかいう弱ギャラも入れたのがもうダメだったわ。はははははは。もうダメだよ、お前ら。もうラリホ全員に、かしこさん28からクリアされるラリホ。行くぜー。やっぱり聞いたわ。ナイトウィッチが聞いたわ。よく聞いたわ。でも終わったわ。多分。多分ダメだよ、お前。ダメだよ。もう自殺、2対3だったんだもん。俺、ハイルで多分、でも自殺も2対3だったんだよ。イーブルライサナお前、何だったんだよ、お前。はい、というわけで今回は毒の沼地チームをね、使ってみました。そして、そしたらなんか知らないですけど、攻略ビキやね、にちゃんのコメントとは全然違う結果が返ってきました、一体だけ。マミーめっちゃ頑張ってたけどさ、イブライもあいつ何だったんだろう。やっぱりね、自分の手でちゃんと使ってみてから、コメントしましょうね。てか、裏で何回か使ってるか知ってんだよ、実機でも使ってたぜ。知ってんだぞ、イブルフライ、お前。メタパニアスの成功率。プロトキラーと同じもんだぞ。同じだぞ、プロトキラーと。というわけで、今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。